はい、どうもガンナオチャンネルガンプラ大好きダンサーナオトです。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。はい、本日は愛知県のブラショツアー3店舗目になります。有名なですね、羅針盤さんの方に来ております。オース店さんですね。はい、でこちらでもドラゴンボールのねフィギュアを中心で見てこようと思ってます。カカコレ悟空がないかというのと、やっぱバイバイ悟空ですよね、探してるのが。でその他のねフィギュアも、探してこようかなと思ってます。見てきますね。で今日もね、今日もというか今回も、ダンスの世界チャンピオンのひろかずくんにカメラを持っていただいて、撮影しております。贅沢です。ただいつも言うように僕のチャンネルではチャンピオンは下っ端ですからね。下っ端です。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今からねどんなフィギュアが売ってるか、もう今から俺ワクワクスーツワンな感じで今から入ってこようと思います。それでは行ってきます。今日はいつもと趣向を変えてオラがフィギュアを紹介するぞ。店内に入るとこんな感じでたくさんのフィギュアが置いてあって、もうオラワクワクするぞ。まずはこちら、入り口に置いてあったのが1番くじドラゴンボール VS オムニバスアメージング A 賞孫悟空&孫悟飯マスターライズプラスフィギュア。こちらの方は開封動画も上げてるんで、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。それでは棚売りのコーナーを見ていこうと思います。こちらいきなり未来への決闘ラストワン賞、孫悟空海王様付きマスターライズ天使悟空フィギュア。いやー、お出れたな。いきなりこのフィギュアからお出迎えか。その隣にはザーボンさんも置いてありました。そしてこちらは大猿に変身した時のオラのフィギュアです。下におりまして、魔人ブーにポルンガ。このポルンガもすっげえかっこいいな。おお、デンデー久しぶりだな。そしてこちらは父のフィギュアも置いてあります。私の戦闘力は53万です。フリーザーのフィギュアが置いてあります。下におりまして、セルに人造人間20号も置いてありました。こちらはバトルオブワールドのベジータが置いてあります。奥にはラストワン賞のフリーザです。やっぱりよ、このポットに乗った姿がフリーザっちゅう感じがすんな。こちらはオラのようでオラじゃねえ、ギニューがオラの体に乗り移った孫悟空ギニューバージョンでございます。その隣には19号が置いてあります。そして隣にはドドリアです。下にはすっげえいっぱいのようプライズフィギュアも置いてあるぞ。これが最後だ、10倍カメハメハ。このよう出陣のピッコロなんだけんどよ、すっげえ欲しいぞ。この手首を鳴らしているところがピッコロっちゅう感じがすんな。孫悟空フェスの GT 孫悟空も置いてあるぞ。そして上に来まして、マジュニアが置いてあります。そしてその隣にはベジータです。ベジータカカロット。その隣には未来ご飯が置いてあります。そしてこちらバンガサ孫悟空です。おお、ほらよ、この A 賞すっげえおすすめだぞ。そしてこちらグレイテストサイヤンのベジータも置いてあります。そしてこちらにはブラッドオブサイヤンのスーパーサイヤ人4孫悟空とベジータです。フィギュアーツもいくつか置いてありました。
いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。そしてこちらには義乳特選隊のリクームが置いてありました。奥にはキュイも置いてあります。オラの体持ってくれよ、海洋犬3倍だ。そして隣にはヤードラット衣装の悟空です。これもめちゃくちゃのおすすめ。奥にはミスターサタンも置いてありました。プライスフィギュアもたくさん置いてあるぞ。そしてこちら激闘天下一武道会ラストワンショーの孫悟空マスターライズフィギュアです。こちらもめちゃくちゃのおすすめです。そして隣には天下一武道会のアナウンサーも置いてありました。おめえがフリーザっちやつか。そしてこちらのフリーザの後ろにはこちらザ・グレイテストサイヤンのスーパーサイヤ人4孫悟空が置いてありました。すげー欲しい。こちらはターレスです。次回ドラゴンボール Z、 僕の父はベジータです、謎の少年の告白のトランクスです。そしてこちら造形天下一武道会のご飯です。彫像集のピッコロも置いてありました。なんだクリリン、おめえもいたんか。天津飯もいるじゃねえか。おー、すげえな。ヤムチャ、奴らを甘く見ちゃダメだ。そしてこちらにはメカフリーザが3体置いてありました。このトランクスもすげえかっこいいな。こちらはマッチメーカーズのオラとピッコロです。下にはよ、キューポスケットもたくさん置いてあったぞ。はい、ブラショの方をね、してきました。で、今日もね、今回もフィギュアの方ね、購入してきたんですけど、今回購入したのはこちらです。ででん、はい、ソリッドエッジワークスのピッコロさんですね。はい、これね、僕ちょっとね、クレーンゲームでですね、ゲットするのね、見逃しちゃってたんですけど、後々すごい評価が上がってですね、これゲットしといたらよかったなって感じのピッコロさんなんですが、そちらの方が安くね、売ってたんで未開封でゲットしてきました。はい、いずれこっちのね、ターバン付きもね、見つけれたらいいなと思っております。はい、あとですね、ダンス世界チャンピオンひろかずくんの奥さんのあかりさんがですね、ひろか好きなんですけど、このね、デック、これめっちゃかっこいいフィギュアなんですけど、クレーンゲームの方でゲットしました。
回プレゼントとして差し上げたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ガンナオチャンネルよろしく。はい、今回はですね、愛知県ブラショツアー3店舗目、羅針盤さん、オーステンさんの方にね来させていただいたんですけど、すごいねドラゴンボールのフィギュアもそうなんですが、ワンピースだったり他のねいろんなグッズたくさん置いてあります。ぜひやっぱ名古屋、こちらね、愛知県にお越しの際はこちら寄っていただきたいなと思います。はい、僕も本当大満足です。はい、引き続きですね、愛知県ブラショツアーしていきますんで、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、でこちら出陣、ピッコロ、ゲットできてよかったよねよかったねって言ったらよかったねって言ったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。はい、X に TikTok のねフォローの方もぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日は動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それではまたね、バイバーイ、ありがとう。